水温32度の屋内プールに響く声。ピノキオ苫小牧幼稚園では毎年この時期にプール学習が始まります。園児14人は久しぶりに水との触れ合いに、初めは緊張気味でしたが、輪をくぐったり滑り台で遊ぶなど歓声を上げていました。冷たい時はあった。最後の方はどうだった？最後の方は慣れても大丈夫。楽しかったです。こんぐらい。このプール学習は10月まで月に2回行われることになっています。